Hey guys, it's Aiko. I'm an American English pronunciation coach and business coach based in Hawaii. まずは今日の本題に入る前に英語環境で働いている英語上級者の皆さんがそこからさらに上に行くためのアメリカ英語の3つのアメリカ英語の発音の3つのポイントをまとめた、えー、動画を公開していますのでぜひ概要欄の方からチェックしてみてくださいねで私がアメリカに来たのは23歳の時で本当にあの話せない 通じない聞き取れないというすごいあのそういうレベルからだったんですけれども本当にいろんな練習とかをしてきてで今はあの英語の発音を教えていますであの私のその教える内容っていうのはあの音声学とか発音の教材で学ぶことと結構違うアプローチで教えています。 で私,も私自身も音声学とかめちゃめちゃ勉強したんです。UCLA で言語学を専攻して、で音声学とかすっごい勉強したし、IPA とかめちゃめちゃ詳しいですよ。でえー、発音矯正のレッスンもプロの2人の方から取ったこともあるし、だからそういう意味ではあの発音の教材とか、発音の,その巷にあるその音声学とかすごい勉強してきたんですね。でもそこからは 英語の音には行けなかったまだまだ日本語の発声だったんですよね日本語っぽい発音だったんですずっとだからどうしたものかと思っていろいろこう違う道を探していったら16年かかったんですけれどもやっと日本語らしい日本語っぽい音から英語らしい音に行くための発声とかそして空気 振動エネルギーについててだだんだん分かってきましたなのでこの辺の私はアプローチをしているので口の形とか舌の位置とか発音記号とか母音チャートとかシーンチャートとか、えー、そういうですね表面的なことだけは教えていないので、あのー、今まで学んできたこととなんか全然違うことを私が言っていると思うんですよ発音のその 練習の仕方とか発音の,その、えー、考え方とかそういうふうにあの今までん発音を散々練習してきて勉強してきたけど日本語発音から出られなかった方ぜひ私のその、えー、発音のアプローチをですねぜひ学んでみてくださいそうすると音の聞こえ方もものすごい変わってくるしダイナミックな音のエネルギーっていうのを感じ始めることができると思いますで12週間の発音コース でえー、自主学習版で、えー、教材だけで学べるっていうのと発音コースの,そのコーチングをつけて私から毎週12週間みっちりフィードバックがあるよっていう、えー、プログラムもあるんですねでもまずは無料の、えー、動画を見て私がどういうふうに教えているのか、えー、どういう効果があるのかっていうのをこの無料動画でまずはチェックしてみてくださいね Alright so today's Topic is about the pronunciation of what's up. 「えー、What's up」ってよくあの使うことあの言葉ですよね。「How are you?」よりもちょっとく砕けた感じで「Yo」みたいな感じで「What's up?」って言ったりしますよねうん。友達同士の間で使ってくださいね。<laughs> あのビジネスのところでいきなりあの顧客の方に「What's up?」とか上司の方に「What's up?」とか絶対言っちゃダメですよ。時と場をあのわきまえて 友達同士で、What's Up? っていう風に使ってみてくださいね。あとは、どうしたのという意味でも、What's Up? っていう感じでも聞けますよね。あの a h みたいな感じじゃなくて、えー、どうしたのっていう感じで、What's Up? どうしたのっていう風に、えー、聞くこともできます。で、この発音、発音、これ、この音、両方とも手話のうっていう音ですよね。で、あのよくある勘違い、手話の音のうっていうのは、 曖昧だから弱く発音するみたいな感じで思ってるかもしれない。でも手話の「う」っていう音はものすっごい強いです。もうあの私のイメージ的には柔道部のキャプテン。手話の「う」っていう音は柔道部のキャプテンっていう感じ。柔道部のキャプテンが「う」みたいな感じ。 そんな感じで試合とか出てキャプテン務まると思いますかだからイメージですよこれからイメージしてくださいね手話の「う」っていう音は柔道部のキャプテンじゃどういう声を柔道部のキャプテンは出してると思いますかうっていう感じですよねもうものすごい強い感じで出しますよね。ううってならなららいようにお腹から うっていうふうに発音してみてくださいね。で、この手話の音、あの、stressed 手話と unstressed 手話っていう、あの、二つがありますが、あの、あまり、あまり気にせず、ちょっと、あの、あんまりそこまで複雑に考えなくてもいいんですけれども、この音って日本語にない。 日本語にない日本語の「あ」じゃない WhatsApp じゃないあああ,あじゃない日本語の「あ」っていう音はアメリカ英語にはないんですね。 アメリカ英語にはアーもないし、オもないし、ウもないし、エも,もないし、ない音がたくさんあるんです。日本語のボインの音っていうのは、アメリカ英語にはもうそもそも根本的に音のエネルギーが全く違うから、日本語の音っていうのは英語の音には一切ないし、英語の音は日本語の音に一切ないんですね。もうそもそも別物、別物なんです。で、この手話の音っていうのは、特にその日本人にとってすっ すごいい難しい音捉えられないなぜならすごいなんか不思議な音だからあーじゃないんですあーじゃないで what っていう時にああ、uh, uh、って発音する時にあじゃないわあわ,わああって言うと what 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 っ力も入ってますよね下のこの下があってこの辺 この辺にも力が入ってますよね。で、手話の音は力が入らないで、あの音のフォーカス地点はこの辺、下です。アメリカ英語は下、下、真ん中、真ん中。で、う、う、うって発音するんですね。さっきとちょっと音変わったの分かります日本語的なあだったら、あ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 、この辺、喉のえのー、下があって、喉があって、ここ,こ,こ、この辺、この辺、この辺、あ、 この辺に力入ってますよね。あああああアメリカ英語の手話のうっていう音はうううううこの辺この辺ですこの辺です下のど真ん中を目指して発音してみてくださいね。発音はすごいニュートラルでした。動かさないんですけど私の感覚で言うと真ん中ら辺をちょっとこうへこませるあ、喉の奥も。 下下げておいてくださいね普通あのみんな日本人の方こうやって上がっちゃうから下げてすんごい下げてで下げるには下をこうやって,ううって出して,うってした喉の奥こうやって下が引っ張られますよねそのままそのまま持ち上げないでそのままの状態で真ん中を引っ込ませるうううううで what 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 ってていいいう風にし発音すするとでこの W の音もはっきりと、What?What?What? という風にちょっとこう一呼吸置いて What? という風にして発音するといいです。での w の音意外とあのすごく難しい。W の音はもう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 ,もう上級者レベルの上級者の上級者の上級者の上の方。 あの、かなり最後の方でできてくるシーンになるんですね。なので、今はあのできない方はあの？ちょっと一呼吸を置いて口をちょっと丸めるんだけど、力入れないでくださいね。うーんで発音するときにうー。唇のこの辺にすごい振動があの。 感じられると思うんですけどでも喉の方も感じられるんですよねうーこことここうーここ触るとすごい振動してますうーうーうーここもすごい振動してる口の中がうーうーで口から空気をすごい細く出す感じでうーうーで What 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 といいいう風にして発音するといいです、すちょっっっとと w はゆくくりりでで t もししかりと発音ててみてくださいねでここに What is up? だから What's up? っていう風に S の音がつくわけです。What's になりますよね。で、この時は T と S を同時に発音する。で、日本語はつっていう音がありますよね。で、それにすごい近い。アメリカ英語って結構つ,つっていう音がないんですよね。だからつつ。つ なかなか言いづらい単語なんですけれども音なんですけれども日本語話者にとっては「つ」っていう音結構出しやすいかと思うんですけど舌をしっかりと上につけて「つ」「ツってすぐ下げる「ツつ」「ツっていう感じこの時に舌をギュッて力入れて「つ」ってならないように「つ」音こう「う」ってなってますよねわかりますそうじゃなくて空気を出す「 で what's what's っていう感じです。あの急がないで、つで鳴らないで、つつっていうふうに出してみてくださいね。で what's で次は up same thing a、uh、も主音の音です。a、uh, a、uh. で up up っていうふうに発音してみてくださいね。これ上級者の方でも、ここ、アップっていう方が多くて、U、UP のアップっていう発音を、アップっていう方も多くて、アップっていうと、APP、アプリですよね。アプリケーションのアップ、right? アップだと全然違う <laughs> あの音になってしまう。What's App っていうアプリありますよね。What's App じゃなくて、U P、UP、What's Up、up Up っていう、うううっていう音を出してみてくださいね。柔道部のキャプテン。Up、right?。P も止めないで。Up p, p. で。自然にこう、ぷわって出てくる感じで。Up。っていうふうにして発音してみましょう。Alright。では、What's Up。何回か発音してみてくださいね。What's Up。What's Up。What's Up what。 ちょっと今最後長めに言いましたが母音の長さは関係ないですアメリカ英語は母音の長さは関係ない音なので音の音色がどれかだから up の uh っていうその手話の音を長く出せることもできます、えー、なので、えー、w a t s u p みたいな感じで長く出してもいいですよでえー、っともっとカジュアルになるとすごいあのスラングなんですけれどもえー、っと、no、wat's の what が取れて sup に聞こえる時もある。SUP。What's up? が SUP。SUP。ちょっと一呼吸を置いて。What のところをちょっとこう一呼吸を置いて。SUP。っていう時もあります。だから綴りは SUP っていう感じ。SUP。 っていう感じ、えー、だから、What's up の後半だけを発音する感じですちょ。ちょっと言ってみましょう。あんまりでもカジュアル、すっごいカジュアル発音だから友達同士でしか使わないでくださいね。Sup.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 、Right? とか、Sup. っていう感じですね。Sup.Sup.What's up,、right? up, right? up って言おうとしてるけど、What がちょっと取れて、Sup. です、S S S U、もう一個「What's up」って T を抜かしちゃう音もあのこれめっちゃカジュアルだからかあのスラングなのであんまり使わないでほしいけどでも「What's up」 S s えっと、続的には wassup みたいな感じで t が取れることが、えー、あるんですね t の音が聞こえなくなっちゃうっていうことがあるので wassupwassupwassup っていうふうにも言ったりしますもあんまりあの丁寧な発音じゃないからあんまり濫用はしないでくださいね、えー、他にも s の音がちょっと sh っぽくなるっていうのもすっごい これもカジュアル発音だからあんまり真似してほしくないけどでもこういうふうに聞こえる時もあると思います Wash up, wash up, wash up Like wash, wash, えっとね That's とかあるじゃないですか That's good とかなんかスラングでは dash, that's that good みたいな感じで th が d になってでこの ts の っていうところがなんかこう主になっちゃうんですよね。すごいだからすごいあのあのガの悪い発音だから絶対に真似して欲しくないけどでも What's up も同じ感じで wash up みたいな感じで sh あの sh の音 s ではなく sh の音に聞こえるということもあります。でも、真似しないでくださいね。ただ、聞いていて、あ、What's Up って言ってるんだなっていうふうに分かるっていうのはすごく大切だと思うので、ぜひこの発音の,あの音も覚えておいてくださいね。でもし使うのであれば、友達同士ですっごい仲のいい友達同士で、えー、この発音を使うようにしてみてください。Alright, so please let me know if you have any questions.、えー、この What's Up についての発音もし質問がありましたらぜひ、えー、コメント欄に、えー、教えてくださいねコメント欄に書いてくださいねで冒頭で紹介しました、えー、と12週間の発音コース発音自主学習版と発音コーチングの私のその 12, 週12回分のフィードバック付きっていう、えー、コーチングがありますで本当にもう今ちょっと音の変わり方ちょっとだけ紹介したじゃないですか どういう感じで音が変わって聞こえるかどういう感じで、えー、とネイティブスピーカーは発音してるのかとかものすっごい細かく説明した12週間の発音コースになっていて学べる内容は breathing もちろんですよね発声から始まります発声息の吸い方もすっごいあの細かく何、えー、て言うんですか紹介しています息の吸い方から違う <laughs> で、えー、口周りの筋肉のつけ方とかもですねこのウィーク1で紹介しています「Breathing」ですね、えー、そして「Rhythm、えー」「Rhythm」全然違うだって文化が違うからリズムも全然違うじゃないですかやっぱりその言語はあのその文化にすごい適した 音になっていますのでアメリカの文化にすごく合ったリズムになるんですねアメリカ英語ってでそれを日本語との違いをしっかりと分析してで紹介していますそしてイントネーション私はイントネーション学のあのイントネーション学にすごくハマってでアメリカの全米でもイントネーションの分析をして分析をする係であのリサーチペーパーを書いて で、全米で、えー、発表したとか <laughs> したんです <laughs> すっごいだから大量の音声データを聞いて、イントネーションを分析して、あのあの <laughs> それでリサーチペーパーに参加したっていうことがあるんですね。でそれくらいもイントネーション大好きなんですよねお。音の音程って全然違うからあの、いろいろ分析して紹介しています。えー、そして、えー、ストレスパターンス、強弱、強弱。 すっごいい奥が深い強弱とイントネーションってすっごい奥が深いこれでもどういうふうに相手に自分の感情が伝わるかだからここってすっごい大切なポイントになります。 ンンワーとかよく習うじゃないですかでもあれ発音で発音の教科書で出てくるやり方はあれは教科書発音なので日常会話って全く違うことをやってるんですねなので日常会話の、えー、音を分析したものをここに載せています、えー、そして Consonant Clusters 死因が重なるときどうやって発音してるのっていうのを紹介しています、えー、そして リンキングって音をつなげるって習うじゃないですか。私もそうやって習って音をつなげてたんだけど、あの今は音はつながらないし、一個一個の音は独立してるっていう風に思うんですね。周波数分布も見てもそうなんですよねあの。英語の周波数分布ってすごいシーンとポイントはっきりと全然あのこうつながってないんですよ。一個一個こう独立してあの音が出てくるので、リンキング・リダクションっていうのは、私のその アプローチ方法ってていいうのをここで紹介していますそして L, の L と R の発音 L と R の発音っていろんな発音の仕方があるんですよねどこでその音が出てくるかによって全然その発音の仕方が変わる co-articulation ですからね co-articulation だから前後の音によってその L と R の発音の仕方ってすごいガラリと変わっちゃうからそれをちょっとカテゴリーに分,か分けてで説明しています、えー、そして T の発音、今日ちょっと t の発音やりましたよね。こういう感じで t の発音って結構変わるんですよね。だからそれをあの紹介しています。t はすごい気まぐれだから、気まぐれ屋さんなんです。だからそれを紹介しています、えー。そして、1個1個の母音、1個1個のシーン、全部、全部網羅しています。今日のように手話の音、ちょっと学びましたよね。それだけじゃなくて、英語の母音は19から22個くらいありますよね。地域によって違いますが。えー、その辺も紹介しているし、私は北カリフォルニアに住んで、 えー、南カリフォルニアに住んでロサンゼルスに住んでそしてカナダのバンクーバーに住んで今はハワイにいますだから地域によってやっぱり発音が全然違う母音の音が特に違うからその辺もあのどういう風に違うんだよっていうのをこのコースでも教えていますえそういう感じであの本当全体的な大きなポイントっていうのは空気振動モメンタム 空気、振動、モメンタムってエネルギーをどう動かすか。エネルギーですね。空気、振動、エネルギーについて、えー。本当にこの3つにフォーカスして、えー、それぞれのテーマを紹介していますのであのすごい楽しく学べると思います。私の失敗談もたくさん入っています。発音で笑われた経験、すっごい怒られた経験、本当に落ち込んだ経験とかたくさんあるので、それをその。 12週間の発音コースの中でシェアしていますので、興味がある方は、まずは無料の動画からチェックしてみてくださいね。ね概要欄の方に行って、で、無料の動画をまずはチェックしてみてください。a l がとうございます。さあ、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 I'll see you guys in the next episode.